配属先が決まるので、お姉ちゃんと同じ隊になれるといいけど。いえ、今は考えても仕方がないわ。とにかく集中しないと。私の実力なら完璧に課題をクリアできるはずだわ。落ち着いて対応しさえすれば。私の超能力、念力なら怪異を殲滅できる。戦闘向きだってお姉ちゃんも褒めてくれたし。はあ、お姉ちゃんはうまくやっているかしら。きっと大丈夫ね。お姉ちゃんは優秀だもの。こんなところに。試験終盤に差し掛かったようね。いい調子でこなせたと思うけれど、油断は禁物だ。こんなところに。どんな相手だろうと、これまでの訓練で習得したことを出し切るだけ。私なら勝て。この程度。これで入隊適正試験を終了する。
全員揃ったわね。エデン隊長、質問よろしいでしょうか。あら、ナオミ、海抜群は名前で呼び合う慣例があるの。そんなにかしこまらないで。みんな見た目と年齢がちぐはぐでしょ。階級も事務処理上のものだし。海抜群が重視するのは強さだけってことだ。強さだけって言い方はあまり好きじゃないけど、大体はそういうことね。それで質問は何かしら。はい、あの、まだハルカさんが到着していません。何かあったんじゃ。ハルカはうちの小隊のオペレーターなの。テレパシーで後方から支援してくれるのよ。聞こえます？半径500キロ程度ならシステムの補助なしでテレパシーを送れるわ。ただ体力を消耗するからグループに入ってもらうわね。ナオミ、カサネ、パーソナルポートを開放して。各班の代表はナオミと、あら、カサネなの。シデン偉いわ。新入隊員に班長を譲ったのね。いえ、私の方がふさわしいと思ったので志願しました。まあそれで納得したなんて、シデン偉いわよ。さて、早速任務にかかりましょうか。ハルカの誘導で所定のゴールへ向かってちょうだい。途中の階は全て殲滅。ただし叶わないと判断した場合は逃走を許可します。以上よ。了解。それじゃあ、カサネちゃん気をつけてね。シデンをあまり挑発するなよ。近くに物資反応があるようだ。チェックしたらどうだ。みんな聞こえるわね。別行動中でもブレイントークでいつでも全員と連絡が取れるから、何かあったらすぐに知らせて。新都市開発特区か。つまらん場所だな。任務に面白いもつまらないもないでしょ。バカめ、この辺りは大した怪異が出ない。新兵にはもってこいの訓練場所なんだ。僕ほどの超能力者になれば。何あのドローン。ジャミングしといたのにバレたのね。強化隊長、カラスです。え、うちにカラスの餌食になるような子いたかしら。カラス、カラスってマスコミのことですか。ランドールのお嬢さん狙いじゃないのか。民間人を助けた英雄なんだから。いえ、奥の立ち入り禁止区域に小玉正体が出撃中です。おそらく嵐狙いでは。嵐も気の毒にな。カラスにつきまとわれて。ちっ、せっかく小玉隊から外れたのに、また奴らの近くで戦うのか。みんな、カラスの中継がかなり邪魔だと思うけれど、気を取られないでね。ジャミングされてる時点で。招かれざる客だって理解できないのかしら、カラスって。仕方ないわ。
有名勢ってやつだな。水での攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。僕の超能力を使え、重ね。サポートしてやるから。この僕がサス接続してやってるんだ。せいぜいうまく使いこなせよ。できるものならな。こんなところに。まあまあやるじゃないか。捉えた。心配していたのはいい姉妹だ。カゲロウの透明化が役に立ってくれそうね。サポートしてやるから。僕の超能力のおかげだな。私がやる。
済みね。まだ気を抜くな。一見複製をうまく使えば重ね刺すよ。重ね、私の複製能力を使うのよ。温存はしない。敵の外角に攻撃が命中、破壊できるかもね。一回下前。やるじゃないか。入れるか。追撃を重ね。近くに物資反応があるっぽいな。よろしく。強化お願い。狙いどころを見つけたわね。水浸しで動きづらいわ。影の手伝って放っとくと後に響くぞ。ステルス開始ってか。
もらっていくわ。重ねのためなら。影の手伝って。んじゃ、あとよろしく。もらっていくわ。引きずり出してあげるわ。死ね。こんなところに。試練は児玉隊から移動してきたのよね。そんなに児玉と折り合いが悪かったの？あの女、普段は調子よく振る舞ってるが、腹の中じゃ何を考えてるかさっぱりだ。それにあいつ、僕にだけ妙に当たりが強かった。攻撃を確認したけど、大丈夫だった？水浸しになると動きにくいだろうね。影の手伝って。んじゃ、あとよろしく。透明感使いすぎだね。お気に入り？ええ、戦闘でとても有用な超能力だと思うわ。もらっていくわ。命あってのものだれだ。水浸して動きづらいわ。まだこれからよ。シャキッとしたまえ。敵は電気で攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。いけるんじゃ、あとよろしく。巻き返すわよ。影の手伝って。もらっていくわ。いける、済みに。今の攻撃は見事だったわね。
じゃないか。ソラ、ステルス開始ってか。僕が班長でもこれぐらいのことはできる。何かいるわ。さすが重ね、私より早く怪異の反応を捉えたのね。止まって、こいつは重大怪異だわ。隊長、ゲンマ、目的地点に重大怪異出現。重大怪異って過去に怪物軍を殺してしまった怪異のことですよね。その通りよ。来るわ、迎撃します。私たちがそっちに着くにはもう数分かかるわ。持ちこたえて。重大怪異接触します。重ね、無理しちゃダメよ。視点、フォローお願い。ふん、面白い。僕の力を見せてやる。吠えてないで、さっさと片付けるわよ。怪物軍を殺した怪異、闇雲に攻撃するだけでは危険ね。頭を使え。例えばあれを利用するのかな。念力のお手並み拝見だ。何？やったか。余計なことをするな。
自分の身くらい自分で守れる。この戦いにおける主役はもちろん、初陣で重大会議を務めたカサネ・ランドール少尉でしょう。それでは、ランドール少尉にお話を伺います。おめでとうございます、ランドール少尉。今のご気分は？ずいぶんお疲れのようです。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか？彼が全ての指揮を取りました。あとはこの試練に聞いてください。何？遅れてごめんなさい。よく戦ってくれたわね。って、あら、試練ったらかわいそうに。すまん、こちら嵐だ。カラスどもがそっちに食いついたらしいね。嵐？そうなの、試練が捕まってるわ。今こっちで引き取る。あら、嵐らしくない。カラスがいないと小玉の機嫌が悪くなるんだよ。はい、嵐スプリング隊、これから奥で怪異掃討作戦を行います。マスコミの皆さんもぜひいらしてください。やっといなくなってくれたわね。みんな、巣王に戻りましょう。了解。